すごい気になるところやな。ああ。覚えてる？アシキ。友達だよね。今からアブミに足をかけて登るからね。オッケー。慎重に行かないと怒られるパターンのやつやな。ほい。オッケー。じゃあなんかどこ向かうのか。まずは前進する方法。あ、違う、間違えた。思いっきり後ろ行っちゃった。お、アシキ、協調性がないアシキを手なずけたぞ。じゃあ、ジェイ、どうか。結構いい感じでしょ。君は軽いからね。そいつに企業秘密とやらを聞くか。どうぞ。今から牧場にチュロスの世話をしに行くけど、来るか。行く。もちろん。じゃあ行くぞ。チュロス作るの。チュロスを作りに行くの。おい、遅いぞって言われちゃう。あ、すごい操作が難しいな。早く行かないと置いてかれちゃう。初めて乗るからね、馬ちゃんにね。あの馬といったらやっぱね、インディン・ジョーンズなんだよな。インディン・ジョーンズ最後の聖戦に出てくるあれですごい馬に乗るのに憧れた。あのハイヤー、実際はあんなさ、もう競馬の世界とか見ても思うけどさ、難しいよね。チュロスって何？すごいな、岩の大きさとかが。ミステリーサークルじゃない、なんだっけ、ミステリーストーンみたいな。ミステリーストーンって言い方があるのかわかんないけど、こんな操作性悪いの。だんだんどっちかっていうとハイラル平原を走り回るリンクな感じがしてきて、チャチャラチャ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 。ああ、チュロスたちだ。これがチュロスたちになるかな。チュロスー、チュロチュロチュロスー。この子たちは平和だったんだね。じゃあお隣失礼。実は弟じゃなくて兄と恋をするとか、そういうオチになってくるのかな。話したくないのは分かってるけど、あれは何なの結局って。昨夜何が起こったか知りたいの。そりゃ知りたいわな。幽霊なの。家の周りにいる幽霊、あれは一体誰なの。誰でもいいだろう、俺たち二人がいればいい。親父が言うには5人の守護精霊が部族を守ってきたって。夜に現れてエイツォから守ってくれるんだ。なるほどね、そういうことか。嘘か本当か、でもエイツォが家に入ってきたことはない。それは守護霊がいるからっていうおかげなのかな。もう毎晩レイコンは毎晩来るの。続けてきたと思えば何ヶ月もいなくなる。おお、なんかまた不思議なあれ、ね、でも必ず戻ってくる。今度は俺が質問する番だ。あ、どうぞ。企業秘密セラー教えてくれってか。砂漠のど真ん中で本当は何してる。何かから逃げてるみたいだ。本当のことを話してあげようか。信じるかどうかはあなた次第。過去を忘れようとしてる。どういうこと。やり直すために。やり直すため。自分から逃げてるのかもね。同じだな。分かってくれるんだ。お前も暗い秘密を持ってるんだろ。そういうことです、まあ、つまりはそういうことです。真実どんどん話してあげましょう。私、声を発展させていく。まさか。私実はあなたのことが大嫌い。そのジェイ、ジェイ、ビケーディクレッシュ。お牛座、お牛座。The bear by Ashiak, I... Oh, she's that? Yeah, she in the dish is. 日本語で OK。 ポールだ。井戸が壊れて牧場に水が足りてない。あらあらあら。帰りに見てかないと。私が見てこようか。ああ、何もできないとは思うけど。大丈夫、水をやるだけやってみる。井戸はどこなの。
ああ、逆にあれだ、あっちだ。風車がある。目立つはずだ。オッケー。で、あそこになんかあの、じゃあまた後でね。怖い、太ったゾンビがいたりするんだよな。いい女じゃねえかとか言い始めてたりしてね。じゃあ行こうか、シュキ。乗せてくれる？また。あ、シュキー、乗せてー。えい。じゃああっちに行こうか。脇腹を蹴って脇腹を蹴らない。なんか鳥と出た今。ちょっと待って、脇腹を蹴らないぞ。あ、蹴った蹴った。そう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 。わからんわからんわからん。でもエイデンだったら壊すことはできるけど修復することは無理なんじゃないの。エイデンの力じゃね。キック。パカラッパカラッパカラッ。結構距離あんな。ちょっと迂回しないとダメか。サボテンの中突っ込ませるわけにいかないもんね。枯れ草か。ラスベガスに行った時に、まあ遠くだけどこんな感じの荒野がチラチラ見えてた気がするよね。うん。実際にね、グランドキャニオンとかラスベガス行った時に行くらしい、あの行けるツアーとかあるらしいけど、まあちょっと、日程の都合上行けなかったけど、次回行くときは行ってみたいね。あとカジノやってみたい。もう見てるだけだったけど、ルールが全く分かんなかったから、分かんなくてもいいから、とりあえずコインゲームとかなんか突っ込んでやってみたらよかったかもな、なんて思ったりしたけどね。さて、あ、なんか引っか、あー、唐草が引っかかってんのか。あれだったらエイデンも行けるよ。なるほどね、回すことによって移動をやってるってことか。そういうことか、そういうことか。でもそもそも風車だったら、あれなのかな？なんだっけ、その、やってエイデン。やっぱりね。はい、便利屋です。シュッ、これで終わり。ナイスエイデン。たまには褒めて、動き出した。たまには褒めてくれるよね。じゃあこれで戻ったらいいのかな。これでまたあの戻るまでのシーンが映ると思ったけど、なんか嫌な予感がする。なんかいた、やっぱりあいつ。じ、通物？違うね。あれは何なんだ？一体何なんやろあれはね。ああ、ああ、操作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 。操作できる。え？あ、じゃあ、行けってことか、これ。そういうことか。いやいや、偵察は先にエイデンに行かせます。なぜならエイデンの方が早いからね。こちら、あれ？あ、なんかの小屋みたいになってるね。ルーク・スカイウォーカーとか住んでそう。ベンとか。タトゥーイン、リアルタトゥーインみたいな感じになってるな。開くんかーい。おー。骨だね。おみやさんは一体誰だれ？違うな、なんか部族のあれっぽいね。あれってなんだよって話だっけ。それに触るんじゃないよ。お前は呪われる。てか違うね。馬頭琴とかないの。なんかうまいこと触れそうなあれもないね。え、あ、エイデンにもなれない。どうしたらいいんだこれ。じゃあ特になんかあるわけでもないのか。じゃあ入って、あ、でもなんかあれだね、出ていくときになんかあるんかな。こうなると出ていったらなんか、え一方その頃別の世界線ではってか。インディアンたちやん。いや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 、さっきまでなかったテントがすごい。もしかしてだけど、実はポールがこれをやったとか。違うな、シマサニがこれをやったのか。おお、ちょっと待って。え、何書いてたん。え、びっくりした。あ、なんかある。あ、違う、あれナバサってか、え、なんだっけ、え、ナバホだっけ。違う、クラウン、ああ、あれだ。
クラウン、しかも矢印まで書いてる。これど本当どういう意味なんだろうな、クラウンってね。お乳覗かれた時に、あーなるほどね。これあれじゃん、あの十字架のお宝かがあるところで、なんか盗賊たちが盗んでて、でそれをインディアナ・ジョーンズが取るわけですよ。ところがそれがバレちゃって、ププ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 プってなります。おデブちゃんがね、警察連れてきたと思ったら、実はね、もう完全に乗っ取られてたみたいな。乗っ取られたって、どう言ったらいいのかな。とりあえずパカラッ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 、そうそう、ヘイヘイ、パカラッ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 。にしてもこれ今何パートに分けてるか分かんないけど、ぶっ通しでやってるんですけど、またホームレスの時のパートみたいに1時間経ってるんだよね。長い。ああこれあれだ、最後の聖戦だ。あの不老不死になれる薬が待ってる。不老不死じゃないんだな、不死になる薬なんだろうなきっとな。こっちにいたらさっきの4人家族の実は秘密が隠れてるとか、隠されているみたいなね。クラウン、まあでもこんな一瞬で来れるんだったらね、だってポールたちもこの場所とか知ってるはずだもんね。うわ怒ってる、脇腹蹴りすぎよって。でもどこに向かって、とりあえず抜けてったはいいが、なんかある？ああ、なんかそれっぽいドアらしきものが見つかった。家の中に行ってまた次のヒントを得るだろうけど、多分あの岩と岩が重なってる右のところだね。クラウン要塞、クラウン要塞、ここに何があるの？あ違う、家じゃなかったわ。おお、なんかめっちゃ光り輝いている。売ったら高そうなもの。ここでエイデンでなんか先に見つけられ、ああやっぱりそうだ、エイデン。おお、なんかかっこいい剣がある。これとこれで用意するとなんか戦いの過去後のが見れるんですよ。うわー、どうした姿を見せる。おお、ここにもお化けがいるのか。用意されてる、そういうことか。これと戦えるのはまたエイデンだけか。霊体が要塞の兵士を虐殺。これもか、エイト。なるほどね、その正体がエイトってことか。これは何、帽子か。でこれもまた用意、していくことによって、この帽子の持ち主がどういう過去があったのか見る。これがエイトか。エイトは二度やってくるみたいな。違うな、なんだ。二股の木、二股の木探さなきゃ。暗すぎて全然見えんかったけど、二股の木は、またなんか随分と、ちょっと待って、無理難題をおっしゃる。こんなだだいけない、二股の木いけないね。わあ、登ります。二股の木、暗すぎて全然見えなかったんだけどな。皆さん見えました？でもなんか目の前に 見えてる、なんか何股かに分かれてる木っぽいのがあるけど、あれなのかな。これでも二股で済まない木だよね、これか。いやでもまあまあ近づいて降りれそうだったら降りれるあれだもんね。でも違うってことはこいつじゃない。二股の木。とりあえずこの中くぐれるような場所は、あ、ないな。でもさっき言った、ああ完全に今岩をすり抜けてたな。二股、二股、
ダメですよ、皆さん。たまたな、えちゃん。あれか、いや、違うな。あれもでも一本の木だもんな。とりあえず、なんかちょっと遠いところに行ってたら、たどり着けるんじゃないかっていう、浅はかな思惑を持って歩いていきましょう。なんかすごい急に、時々なんか画面が、あ、でも二股っぽくない、あれ。ね。そうだよね。これじゃね？あれ違うの？これじゃねえのか。二股の木。じゃあどこだ？サボテンはあれども。あれ違う。ああ、なんか二股の木いっぱいあるの。あれちょっと待って。なんか急にカメラが。こっちじゃないの？二股こっちに開けてるってことはこっち行くってことだな。正しい方向にカメラアングルが行くはずだもんね。あれ？こんな進み方でいいのかな？なんか全然違ってたらすごい。悪魔の木。悪魔の実ならぬ。私が投資した場所。え？悪か。めっちゃ二股の木いっぱいあるな。ああ、これか。これが二股の、いいか。なんだろう。あの、分身をすることができる木とか、そういう、あれなのかな。あ、なんか、ミステリーサークルじゃないけど、それっぽいのがある。雷が落ちた後なのかな。あ、裂かれてる。エイデンになったらなんか、わかるんじゃない？違うな。ああ、なんかあった。チャラチャラチャラチャチャン。モグラ塚か何かかな。掘ったら出てくる。今頃仕事サボりやがってってポールとかが怒ってるぞ。わあ、人骨。背中一発。彼らは殺された亡霊に。すごいな、現実っていうか、そのベーコンとかと同じ世界に生きているんだね。あの男の仮面がここに潜んでた。儀式の覆面をつけてた。あの人、私の裸覗っちゃって本当にエッチな。これはなんか草食類か何かのかな。まあジョディはこれ AA カップか、まああっても A カップってところだな。何もないんかい、それは。続きまして、さらに続きまして、こちらも見て、私たちも。ありがとう、エイデン。いろいろと証拠握ってて、これ何？なんか全部集めたら、時の神殿が出来上がるとか、そういうオチなのかな。すごい。あ、なるほどね。それを売ったら、あの家族が移住しても大丈夫なくらいの資金源になるってか。恩返し。おかしい。これには語符がない。光の語風景。サンターン受けなくなるやつだね。アシードニース、アシードニース。あ、赤ちゃん。そういうことか。え、まさか生き埋めにした。それを探し当てないといけない。赤ちゃんの首に巻いた。ああ、なるほど。今度その赤ちゃんを探すってことか。力を貸して、何があったか確かめないと。いいよ。はい、吸い取って。ヒーヒーフー。ヒーヒーフー。はい、ヒーヒーフー。ヒーヒー。なるほどな。生み出したのか、これで。今のじゃ早すぎる。わからないよ。そんなこと言っても。よくわからないよ。そりゃそうだよね。何かが欠けてるみたいで。何が欠けてる？ポールに語符を見せよう。ああ、そういうことね。何か知ってるかも。あ、もしかしてその子供が実は、こっから戻っ、あれ、こんな家に近いところだったんだ。あ、ぐるっと回ってきたってことなのかな。ちょっと待って。そう、走った走った。やばいな。砂嵐が来てるけど、間に合わない気がしてきたよ。